沖縄キジノーブルバイティスアペンディクラタは小型のシダ植物。琉球列島以南の渓流に生育し、歯にははっきりした荷型がある。キジノーの名はあるが、キジノウシダカでなく、オシダカに属する。常緑性の小柄な双本。根茎は横に這い、ただし短い。表面の輪片は淡褐色で、時に灰色を帯び、線形で長さ4ミリメートル。 幅0.7ミ、mm、リメートルほど。歯には栄養用と胞子用の2型がはっきりしている。日本では、奄美大島以南の琉球列島に見られ、国外では中国、台湾、東南アジアから南アジアにまで分布する。琉球列島においては、奄美、徳之島、沖縄島、石垣島、西表島の各島から知られ、ただし徳之島では稀であるという。 山林中の渓流沿いなどの暗く湿った環境に生育し、普通は岩の上に生じ、稀に地上に出る。樹林の湿地などに出ることもある。本種の所属するヘツカシダ族には世界の熱帯に約55種が知られ、日本では本種の他に3種がある。系統的に最も近縁とされるのはヘツカシダビーサブコーダタであるが、それ以外の種を含めても本種ははるかに小さい。 本種の栄養用の養身が普通は2 0トル以下、大きくても2 4トルなのに対して、他の種は3 0トル以下になることも少ない。なお、本種の養脈がすべて有利しているのは、本属の中では珍しく、これを沖縄事の王族イーギノルフやショットとして別属にする説もあったが、現在は認められていない。なお、 大沖縄記事の尾ラキシ色キアラタがあり、これは主軸には翼があって本種に似ているが、葉の長さは40から50センチメートルに達し、右辺も5から7センチメートル程度と大きく、およそ本種とヘツカシダの中間的な姿のもので、琉球列島では、奄美沖縄、一種表から知られている。これは中国からも知られており、ヘツカシダと本種の雑種であろうと推定されている。 環境省のレッドデータブックには取り上げられていない。鹿児島県で純絶滅危惧に指定されている。以下、主として、岩月編、P160 八島、P168 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 エビハラ、P435 八島、P168 岩月編、P160 池原、P61 エビハラ、P436 八島、 P169 エビハラ、P435 ありがとうございます。